なるほど。芝居殿は孔明殿の妹。ん違うがその通りだが違うな、マスターあれほど時計塔には連絡するなとはっきり言っておくが、こいつは悪魔だぞ一体どれだけ私の意が破壊されてきたかま、マスター早急にここから離れよう 僕をロードか何かに封じようとする最悪な妹の気配がする。遅れたら誘拐されるぞ。さあ、急ぐんだ。はい。ダイネスさんがお茶会に呼んでくださって。いつもとびっきりのお菓子とお茶を出してくれるんですが。あれは、どこで用意してるのでしょう。芝居殿か。 我ら軍師の中で最も成功した人物でしょう。悔しいがこの陳旧の偏屈をもってすら、かの御人にケチはつけられません。しかし、今は疑似サーバントとして美少女の姿とは。あれでは教えを請うのもいささか気まずいですね。ほう、はあ、東方の軍師。 ほう。ほう。芝居ちゃんって、聞くところによると、かの義の国の方とか。実は私、義の国とはそれなりにゆかりがですね。鏡やら何やらいろいろもらっちゃったし。えその後滅びちゃったの義の国し、知らなかった。 大陸の知恵者殿。よもや戦術同術を行使しておられる興味深い。各有節操も実は。うん。あほん。いえ、いずれまた。うーん。あなたも法術、ちょっと使ってますどうです 現代魔術家の次期後継者。おいおい、カルデアに集まりすぎだろう。ひょっとして、あの簡易人形師までいるとか言わないだろうな。